まあ、相手をこう中に締めさせておいてどれだけこういい状態でここですよね、田中選手が前向きを作れるか。田中パウロ11、うん、左足クロスだ。頭に当ててきましたが浮田、もう一回拾って田中パウロ11。いや面白い。さあコロカ来た、うわシュート。いや今橋本、田中パウロ選手うまかったですよね。右サイド開いてる河合、はい、いいとこ見た。入れてどうか、角度をつけて田中パウロ陣地を送りました。ここはかわした、かわしたチャンスになるか、入れて、さあ入れましたが、またちょっと頭を抱えましたが、中に今田中陸です。流れる、なかなか点がまだ入りませんが、その中で得たいい位置のフリック、よく浮かせてきました。ヘリングシュートへ、キーパー。いやマジか、はい、最後坂井もちょっと足を出していた感じになりましたが、平戸ヘリングシュートへ行った。水本家電が4枚ほどできています。ここは助走つけて切ってくる。大丈夫大丈夫大丈夫、強いボールをこう高い蹴ってきました。ボールボール行きながらこれは狙ってきました。ボール出してよ、ボール出してよ。浮田のシュート、そうですね、浮田選手の良さですよね。さあ池上クリア、はいボールだ。うん、これはヘディングで跳ね返す町田ゼビア酒井です。シュート狙ってきたか、ただ角度うまく浮田の元へクロスが入った。これはもう一回どうか、足元に収まる、戻した浮田シュート、狭いところ狙いきれませんでした。まあ最後はよくね、水本選手がねコースを切りながら、はい、あの寄せていきましたしね、まあ、それによって浮田選手が左にあの、まあ、コースがなくなりましたね。なるほどね。さあ前目からプレッシャーをかけます。お、これを取った、高江前に送る、それにこれシュート、決まった、先制ゴールを奪いました。79分、岡田のシュート決まりました。町田ゼルビア、ついに均衡を破りました。今コウ選手のね後ろからのビルドアップうまく取って、まあここね岡田選手がよく入ってきてね流し込みましたね。もう一瞬でした。ここのまあ高井選手のパスも素晴らしかったですよね。それによって岡田選手にチャンス生まれましたから、まあここ岡田選手もね最後しっかりとコース狙ってよくまあ山田選手の逆取りましたね。岡田勇気の今季3点目が決まりました。1点リード町田、こぼれたボールこれ拾いに行って、さあサイド振るシュートを狙った、トポストラ惜しい、シュート、いいシュートを狙ってきました。また岡田ですね、はい、これは決まっていたらというような素晴らしいシュートを打ってきましたが、ちょっとただ青いユニフォームが多いですが、逆サイド展開どうか、浮田へ収まった、さあ浮田に対して坂井を乗り越えてクロス、もう一回これ拾った橋本、さあチャンスシュート、ここは止めました、福井が止めています。止めてからシュートいった、うん、まあ、無回転でね、もう一回拾ったぞ、そしてここで倒れましたが、ここで試合終了、タイムアップ。 FC 町田ゼルビア7試合ぶりの勝利を飾りました。岡田勇気のゴールが79分に決まって、これが決勝点。